これお願いします。これ黒松、黒松です。どういうふうに作るかって言ったら、このまま作るんだったら文人帳ですよね。まあそうですね、文人帳で、文人帳っていうのは枝をこう幹に近づけていく、こういう作り方しますからね。こうずっと、はい、これ模様がいっぱいついてるんで、県外くらいにまで持っていこうかなっていうのはどうかね。県外近く、黒松の文人ってあんまりね、あんまりいないですよね。赤松だったらいいけど、下げてっちゃう。ずっと向きを変えてきます。きつくやるんで、これテープ巻きますから、葉っぱがちょっと多いから少し減らします。どういうふうに減らすか、この分かれ目に近くに黄色くなってる葉っぱもあるし、去年の葉っぱはここ、これとこれですね。この葉っぱとこの間、これが去年の葉っぱですから、おととしか、おととしの葉っぱで、これが去年の葉っぱ、芽が伸びて、だからこれを、このところを少し取ってきます、古い葉を。はい、全体的にこれやってきますからね。はい、でこれ今手で抜いてますけどね、ハサミで切った方のが本当はいいんですね。ハサミで切る場合はこう袴ってのあります。これが袴、はい、これを残して切るんですよ。だからここでちょっと上でこう切っていく、ハサミで切る場合、はい、それが面倒な場合は抜いてきます。抜く時にまとめて抜いちゃダメです。1本か2本持って抜いてくる、ずっと袴が残りますから。これなぜ残すかっていうと、ここからまた芽が吹いてくる可能性あるわけですよね、はい、この袴が残ってると。だからそういうふうに残しながら葉っぱを取っていく、切るのが一番いい、ハサミで切るのが一番いいんです。これまとめて抜いちゃうとね、下の枝の方まで傷ついて袴がなくなっちゃいますからね。葉っぱ抜くのはあったらですね、3本とか4本とか出てるとこあるんで、少し枝抜いてきます。かん抜き3本、ここか、これ3本になってるんで1本抜きます。これ、はい、下のやつ抜きますから。あとはここの車枝、1234、この芯を入れると5本になってるのが12345、6本になるか、はい、ここね、こんなになってる。これもちょっと抜いていかなくちゃいけないんで、強いの抜いていこうかな。頭の方なんでちょっと強い枝抜いてきます。2本していきます。2本が一応基本なんで、はい、これ3本、これ立っての取ります。大体これで枝抜きは終わりましたね。ほとんど枝がなくなっちゃったな。でこれをちょっと下げていく、近づける、でもね、細かいとこはいいですよね、これね。この模様はいいよ、いい模様入ってる。文字帳にしちゃうともったいない感じがするんだよね。小さく詰めてってもいいかなって感じだ。畳んじゃう方が黒松っぽいかな。だからこれね、こう足元にこんだけ近くに模様があるから、小さく作れるんだよこれ。これもテープ巻いてきます。一応このテープは一般的ではありません。そう実験的です。実験的なやつです。皆さんはラファイアを使ってください。だいたいラファイア巻いてるからね、はい、これ弾力性があるからいいと思うよ。こう曲げてもね、ポキッといかないんだよ、なるほど。ただ欠点は蒸れるってとこですね、夏場は。夏やったのもあるけど大丈夫で、今のところ。今のところ大丈夫、今のところ大丈夫。木が窒息するんじゃないかってね、そうですね、そう思っちゃうから。だから冬は大丈夫です。結構きつめに巻いてるんですか。きつく巻いてる、きつく巻いてる。でこれ2回巻いたら20に巻いてある、はい、目いっぱい引っ張ってますよこれ。ゴム巻く時も同じ、タイヤのチューブ巻く時も目いっぱい引っ張って巻かないと効かないからね、これ結構大丈夫だよこれ。見てくれ悪いけどね、ラファイアのがいいけど結構曲がるだよね。どれに作るか、こうやっていっちゃうか。そうですね、こっち向けていっちゃう。でこれ刺さないで、ここで刺され取っちゃったから、はい、枝の針金かけ終わりました。そしてこの幹もうちょっとこう下げてきますから、はい、この針金で1本で効くかどうかちょっと分かんないけどね、一応やっています。もともとやっぱ曲があるから曲げやすいんですかね。やりやすい、そう。ちょっと効きが悪いな。もう一本入れる。もう一本こっちだな。はい、ちょこっと半分ぐらいでいいかな。元の曲をほとんど結構生かしてますからねこれ、はい、ちょっと若手とかもっと強く締めるとかそうにしてるだけ、でちょっとねじってますけどね、これなんかもうちょっと強い曲入れちゃおうかな。こんな感じ。こっちに逃げずですよ頭。こっち来た。なるほど。ここが直線だな。こうね。そうだね。違う木になりましたね。これ枝を下げないでこう全部全体的に上げてきます。これ上に上げてく上向け、はい、下げるとこうダラーンってなっちゃうんで、ね、上げた方が勢いつくと思うんですよね、上向きますからね。面白い形になった。ヘロヘロってやつね、こうやって潰しちゃった。サイズもちっちゃくていいです、小さくなったね。曲もね、いい模様がついてるから、ここなんか立体的な、ここがもうちょっとここ小さく見えるか全体が変わっちゃうからねそうですね、そこを動かすと、あんまりやっちゃうともう全体またいじるようになっちゃうから。そうですね、なかなかない形ですよ。ここからこんだけ来てるって、細かい模様がいっぱいついてたからね、こんだけできるんですよ。なるほど。枝でなってんですか。これが後ろか、葉っぱがまだうまくできてないけどね、でこの前の人が葉っぱ上向いてくるから五重松と違うんで、車松葉は上向いてきますよ。こっち上つければ県外町で作れる。県外でね、このぐらいのがいいんじゃないか、半径ぐらい。半径。でね、この針金掛け、この木の針金掛けっていうのは、模様がこういっぱいついてるんですよ。針金が外に来るように、みんな外、曲の外に来てるでしょ、これ。背中に当てるやつ。中、こうずれちゃうと、こうぐーって締めた時に、当たってないと、ポキッと折れるか、隙間が空いてきますからね。針金かける時は大体背中に当たるようにして、でそこから曲げるって、これをここからこれ逆に曲げたら、こうに曲げたらこう折れちゃいますからね。もともと曲がついてたじゃないですか、曲の背中にかけてってんだからってことですよね。先が楽しみな。やっぱあえてひょろひょろっていう部分順もいいですけど、やっぱり黒松だからね。そうですね。赤松だったら文字いいけど、黒だったらこういう、少しやったでしょこれ。そうですね。寄りました。だいぶコンパクトになりましたね。こっち心拍だ。黒松心拍だ。でも黒松もこういうぐちゃぐちゃのやつも古くなるとかっこいいですよね。そう。これで。もうちょっと太ってもいいかなって感じで小さくしたからね。やっぱり文人帳だとね、太らしちゃダメだけど、このぐちっくって締めたから幹太ってもいいんじゃないかな、これ。もう一回りぐらい。あと鉢だな、これ。この鉢じゃない。結構こういうね、ひょろひょろっとした素材結構あるじゃないですか。あんの？まあ売ってるのはありますよ。ただああいうふうに細かい曲が入ってるかっていうと難しいけど、やっぱりこう足元だよ。これ下の方にちゃんとした曲がついてるよね。そうですね。第1曲目でどれだけ下の方についてるかって、足元の曲はね後から作れないからっていうことですね。小さく作れるんで、そこにある心拍だってそうだよ。あれ大きくなってるけど、あれ結構模様がね、細かい模様ついてるんだよ。入り口のとこにあるやつ。いきますか。あ、こっち？これ素材の？これ見て。これ足元こんだけこんな下の方についてね、これ。だからこれこの長いの切っちゃえば、これ小さいの作れる。素材を選ぶときは足元ですよね。模様が結構ついてる。ほら。ちょっと。多分この人は小さく作るためにこんだけ強い模様を作ってるんじゃない。端もいいですね。うん、端もいい。逆にこういうのですよね。こういうのだと、そう、これはダメだってね。生かして作らないといけなくなっちゃう。ついてない。これはこんだけ下の方ついてるんだもん。ではもうこれとこれの値段全然違うと思うけどね。そうですね。なのでちっちゃく作りたい時はこういうのから、まあちっちゃく作るってことも考えて。差し木したらすぐ根っこが出たら強い模様で足元につけとかなくちゃ。そうですね。足元に模様つけないとダメです。以上。心拍の素材たちを見ながら今日は終わります。はい、先生ありがとうございます。はい、どうも。